新日本のわけポッドキャスト。はい、どうも皆様こんにちは。新日本のわけポッドキャストの時間がやってまいりました。レイレイシャマルコでございます。まありがとうございます、うん、広瀬和夫プロデュース、こちらマルコ満喫、もっと新日本のわけという落語会をごくたまに、東京都下でやっております。まあその宣伝のためにやっておりますこのポッドキャストでございますが、まずは私はレイレイシャマルコ、そして立川こちらです。はい、マネージャー満喫です。聞き取れる、はい、我々のプロデューサーがこちら広瀬和夫です。よろしくお願いします。お前の声は聞き取れねえんだよという位置に録音機置かれてるから、うん、そう、なんこれ、うん、あからさまじゃんこれ。だってさ聞こえねえんだもん、うん、どこでポッドキャストで。なんでそ聞こえなきゃいけないっていう理由はどこにあるんだよ。ないよ。ないそうするとお前いなくていいになるじゃん。全然聞こえないの。うん、嘘、うん、本当に。あのね、うん、2本目くらいから、うん、満喫のボリュームが急に下がる。あ、疲れちゃうのかな。そう。だいたい4本撮りしてますから体力の問題だと思う。そうか、じゃあ今度からもう1本目から疲れる感じでいく。うん、大丈夫、その位置だから。1本目から疲れて大丈夫。本当かよ、なんでこんな分かりやすいところにさ、グイーって持ってきます。文句言うんだったら、うん、最後まで頑張ろう。新しい携帯をさ、最後まで頑張れるなら戻すよ。ちょっとこれ取り替えてくれよ、俺のといいやつだから。これいいよ、新しいやつ。あ、置くとき静かにね、それゴトンって入るから、うん、何もできないよこれじゃ。いやいや、じゃあテンション上がるね、満喫師匠がテンション上がること言いましょうか、うん、4月18日、うんうん、ね、はい、何テンション。4月18日に予定しております、うん、内幸町ホールの、はい、もっと新日本のわけ落語会ですけれども、うん、もうチケット完売いたしました。ありがとう。なんだよテンション上げろよ。なんだよ、なんで嫌そうなんだ。やった、よかったでも大してね、反対したのかよおい。宣伝もしてないのに、このポッドキャストぐらいでしか宣伝してないのに。違うよ、お前らがこのポッドキャストしか宣伝しないだけじゃないかよ。俺ツイッターとかフェイスブックとか自分のあれとかでいっぱい宣伝したよ。ありがとうございます。私もカロデ運動で宣伝したんだよ。お、歩いてほら、え、声をかけられて聞かれた時には答えるっていう。絶対声かけられてる。そんなお前日暮里で人気者じゃねえよ。歩いてて声かけられるんだよ。かけられないでしょ、声ほとんどかけられないし、ね、でもこの間広瀬さんに雑誌で書いていただいた時、おばさんが自転車でキーって目の前に止まって、行く道を遮られて、東大出身の先生が褒めてたよとか言ってあ、じゃあ満喫だって分かって、はい、お、じゃあ人気者じゃんよ。人気者じゃねえだろそれ。ちょっと行く手を遮られてるのが残念だけど。そう、郵便局の前でギュッてさ、あのほら昔よくドリフトかましてきたな。そう、よくあるじゃん、昔暴走族がさ、うん、ある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 、うん、お前どこの問題みたいなああいう感じで止めて。おばちゃんが、そう、よく分かりましたよね。そう、だからあのよく分かったなと思って、ね、マスクしてるしね、地元ですからね僕の。着物着て歩いてますしね。あ、そうそうそう、着物を着てるけど、でもよく分かったなと思って本当に。いやでも知らないところで意外とね、うん、あの知名度って上がってるんだよ。いやいや上がってないですよ。だって俺この間宅配の人に、うん、小白さんですかって。すごい顔バレっすねそれ。すごいね、有名人じゃん。もうびっくりした。有名人だよね。え、その時マスクしてた。マスクを、いやしてないですねその時は。そうですね、うん、だからでも荷物に立川こしらって書いてた、うん、て本名で若林大輔。本当にか、あ、それか、あるいは会社名だったから、あの荷物には俺の名前は立川こしらと書いてなかった。会社、あ、本当の伝統組、本当の落語ファンですね。じゃあ伝統組のファンなんだ。伝統組のファン、そろそろ。なんで落語ファンでいいじゃん、広瀬さん。落語ファンの中でも、中でも違うの、まるちゃん、落語ファンには入れたくないの。いや気持ち分かったよ、プロデューサーが。そういうことじゃないっていう。伝統組のファン。違います。落語ファンで、落語ファンって言ったらそこでさ、収めとけばいいじゃん。そう、伝統組のファン。それ伝統組のファン。いいことじゃないですか、それ。いいこと。限られたファン。そう。こしらのファンとかね、マルコのファンとかって、その人に特定されるファンっていうのはあるってことはいいことだよ。いいことですよ。落語全般がなんとなく好きとか言われるよね。そうです。あんた落語家だってね、俺落語好きなんだよ、聞いたことないけど、あんたの。いる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 、いる。それよりはね、
そう伝統組のファン。あれだよね、あのバフンさんってうちの会社名じゃなくてうちの会社のファンってどういうことだよ、元々。それはだから円楽一門のファンとかまあいろんなこういろんなことやってるわけでしょ。やってます、伝統組的にはやってます。だから別に落語ファンかどうかわかんないじゃん。いやでも一番露出なの俺だからだから落語ファンでいいじゃんよ。伝統組を代表する収めようよ、もうもういいいいよ、いくらでも切っていいから、その刀を収めてくれ。いやじゃあ無駄、そんなん全然切ってないですよね、広瀬さんね。日暮里館のファンとかね。日暮里館のファン収めよ刀を収めよ、まあ、厄介だろ、厄介厄介なんだよ、その気持ちになってくれて厄介組になってる、厄介組。そうすげえ伝統組じゃない、厄介組。でもドリフトおばさんはファンですよね。ファンじゃねえだろ、だってファンじゃねえだろ東大の人がすごい褒めてたよって言われただけだだって情報がざっくりとしすぎてる。落語聞いたとも言われてないよ何の媒体で見たんですか。だけどそれって、うん、あの例えばツイッターで流れているその週刊ポストのねあれを見たのか、週刊ポストを見たのか、どっちかでしょうって分からないですよ。雑誌週刊ポストじゃないですか。それだとだってあの表紙の感じのものをおばさんが買うのかなって。おばさん好きですからそういうの。例えばそのねこうなんか床屋のとか、うん、そういうこともあるかもしれない、ね。おばさん床屋行くからね。床屋行く。おばさんは床屋行くんだ。床屋の美容室じゃなくて床屋さんの。おばさん床屋行くんだよ。顔当たってくれって言うからね。おばさんひげ生えてますからね。割と。やっつくれ。やっつくれ。だからだって東大出身っていうところがさ。ね、もう落語好きだったら違う切り口なのに、うん、多分読んでってこれ面白いと思ってプロフィール見て東大出身がそこが印象に残っちゃったんでしょうね。そうですね、なるほど、これポストです。そうだよ、間違いなくポストでしょ。美容室であの女性のお客さんは、うん、あの女性誌週刊誌出してもらうじゃないですか、うん、なんとなく、はい、で僕あの前はよくねあのなんていうのちょいわろおやじ雑誌ファッションとかそういうの出されて、うん、全く興味がないんで、うん、車とかね、うん、あと物まがしみたいな、うん、もう何も興味がないので、うん、ある時勇気をしあで、あのグル B 級グルメみたいなのあるじゃないですか、雑誌で。でもうそれだから今もう糖質制限で読まない、あ食べないのにもかかわらずラーメンの特集とかね寿司の特集とかずっと読んでたんだけど、毎月、まあ、月なんです6週間に1回は行くので、うん、ある時勇気を振り絞ってあの普通の雑誌にしてくださいって言ったらそれ以来あの普通の週刊誌とか来るようになったんですね。で毎週週刊新潮と週刊文春買ってるのに週刊新潮はそこ置かれるのね。だから一応毎週買ってるけど週刊新潮をそれ読む美容室に行くって分かってる時は読まないといて美容室で読んで読みきれなかった分を自分で読むっていうふうにしてるんだよね。ただねあの女性誌って買わないから、はい、でも読みたいなんかね。ああなるほどね。だから今度美容室で言ってみようかなと思って女性誌を見たいです女性セブンとか女性週刊誌読まないの読めるチャンスですもんね。そうなんです。だから週刊新潮出されるのは僕はありがたいんだけど、うん、あの変なちょい悪い親父のなんかやつよりは、ね、だから読むんだけど、ま、ここで読まなくても読めるあるんだよなって思ってるんだよなと思いながらでもそれをあの違うっていうとあのアエラとかその薄い、うん、読むとこ少ないものが割れるんで絵がいっぱいあるやつがねだから、ね、週刊女性とか女性セブンとかそういうの読みたいなとかリクエストすればいいじゃないですか。いやなんか恥ずかしくていやだそれは言いにくいでしょ、うん、言いにくい、うん、だってさ広瀬さんこの風貌でさ、うん、すいませんアンアンをって言えたら嘘だろってなる嘘だろいいや興味あるんだなと思って出してくれるほら女性週刊誌でしか出てこない情報ってあるじゃないですか男性の普通の週刊誌出てこない、うん、ジャニーズジュニアがどうとかね芸能ネタね、はいはいはい、それ読みたいんだけどなってであんまりほら最近芸能ネタって、うん、あのテレビでもやんないじゃないですかバラエティー、まあ、情報バラエティー特にコロナ以降 ね、うん、もうなんか全然で今朝もグッドラック見てきたけど、うん、やっぱりあのコロナのこととか、うん、だから二重マスクとかっていうあ二重マスクって流行ってるんですか今よく見ます、ね、僕30ですこれえこれ30中に1個挟まるって30になるんですへなんで1個挟まると30になるの なんか間にこう入れられるんです二重じゃないのじゃあこう外側に2つでしょ、うん、で間に1個だサンドイッチになってるから30です
なんかそのマスク口がペコペコ動くのが見えるのが面白い。可愛いでしょ。可愛い。動物の口みたいなと。可愛いでしょ。かわいい子はないですね。何を洗うんですか、それ全部洗うんですか、中に挟んだやつだけ洗うんですか。いや、もう使い捨て。あ、使い捨てなんですか、それ全部使い捨て。外側、全部捨てちゃいます。さすが。僕ルール分かんないから全部捨てる。あ、素晴らしいな。うん、なんか、あれですよね、今電車の中とかで、高校生とか、小学生とかもね、電車で通学してる都会はね、けど彼ら喋りすぎだよね、電車の中で。すっげえでっかい声で、ちょっともう子供が嫌いだってところが出てきちゃったから。いや、電車の中に、なんていうのかな、朝とかは結構まあ朝基本的に乗らないんだけど、例えば大人だけが通勤してるんだったらシーンとしてるのが、ある程度の時間帯にたまたま乗ってしまうと、すんげえ高校生が帰る時間で、もうものすごい、そんなに喋ってたらマスクって 100% じゃないんだぞと、何パーセントか漏れるんだぞと思ってるのにもかかわらず、彼らは喋るなっていうのを最近実感して、それ小学生とかもそうなのね。いや、子供は喋りますよ。楽しいこといっぱいあるもん、輝ける未来でさ。昨日あんなことしてこんなことしたって言って、そりゃ喋りますよ。電車の中で喋んなくてもいいんじゃないかな。もう常に喋ってたいんですよね。で、多分無症状だから大丈夫。それはまあ、こっちほら60代だからさ。だからもうある程度年齢いった人は、もう自分に資産があるってことにして、公共交通機関は使わないとか。そうそう、まあそうね、だからなるべくそうしてますよ。だって高校生お金持ってないから、タクシーってわけいかないから、ね、だから、まあその辺はね、あんま深入りするとかあれだから面倒なことになりますから、ね、だけど、だから僕もやっぱりその、今日もタクシーで来ましたから。タクシーってね、一番困るのはね、今緊急事態宣言下だと台数が少ないよね。だから今日みたいに何時まで来なきゃいけないっていう時って、余裕を見てうんと早く立たないと、流しのタクシーって捕まえにくいのね。田舎の電車と一緒ですよ。1時間に1本しか来ないから、すげえ早くみんな出るんだよ。もっと田舎のバスも大変そうですね。早めに出るよね。気持ちわかるわ。半日に1本しかない。お前んとこそうだったの。俺んとこは電車1時間に1本だったから、それ逃すともう完全に遅刻するから。なんか、路線バスを使って何々を食べてこいみたいな、そういう番組みたいなこと。これ逃すと、そう、大変ですよ。でも、広瀬さん、そういうのだったら、あ、免許ないのか、広瀬さん。ないの。ああ。ないんですよ。僕はシェアカーとかをたまに使うので。いや、だから、本当に、ああ、なるほどな、こういう時のために免許っているんだなと思った。そうです。初めて思った。60になって、初めて。あと3年待ってください。自動運転始まりますから。ああ、そうね、あと3年です。そう、この間ね、自動運転の車にね、乗る夢を見た。夢だ。なぜかね、自動運転の車の運転席にいるわけよ。なんで俺運転席と思ったんだけど、なんか、いや大丈夫だからと言われて、その後、助手席の人に。まあ、助手席は幅さんでいいですよ、そしたらもう。じゃあ幅さん、ね、幅さんが助手席、大丈夫だから。そう、で、幅さんはね、大丈夫ですよって言って、まあ、免許そっち持ってるでしょ、大丈夫大丈夫と言われるから、それで持ってったのよ。そしたらさ、なんか暴走し始めた。で、やばい、でやばいなと思って、あ、分かった、だから音声入力なのね。その自動運転の車がね、夢の中の。だから前気をつけてとかって言わなきゃいけないということで、それでね、気がついた、パッと気がついた。安全運転でって言ったら暴走がやんだ。安全運転でって言わないといけなかったんだこれね。いや、こんなポンコツなんだよ。それそこで幅さんと2人で納得した。そうかそうか。まあ幅さんではないと思うんだよ。何付け足したの。夢の話ですよ、夢の話。勝手に夢の話足しちゃダメでしょ。安
全運転でっていうキーワードが必要だった。あ、デフォルトは暴走運転だったんですね。いや、なんかね、人格を持ってる。人格を持ってる。もうすごいな。AI が。なんか、なんかちょっと邪悪な感じだった。邪悪。ちょっとオラオラな車だったね。それはだから、なんか機嫌を損ねたんだね。あ、乗るときに何かあったんでしょうね。お願いしますの一言がなかったんだからね。そうなんだよ。可能性あるな。お願いしますぐらい言えよって。すげえな。いやでもそこまで人間に近づくとちょっと怖いですね、逆にね。だったらもっとマシンでいてほしいよね。だったらタクシーの方がいいですよね。まだね、まだサービスいいですよね。もう、ま、ねえ、マスクしてても喋るなとか言われるかもしれない。言われる機械に言われるかもしれない。言われる可能性ありますよ。いや予知夢かもしれない。予知夢かもしれないね。いいな、ね、変な夢見るんですね、広瀬さんね。結構ね、最近リアルな、ね、このにリアル夢覚えてて、その後あのしばらく覚えてることありますね。なんかあの普通は夢ってなんか起きるとすぐ忘れちゃうじゃないですか。あまりに面白かったんで今のはね、自分でも。僕エロい夢以外全部忘れてますね。エロいのは覚えてますね、夢って。エロ夢細胞っていうぐらいだから。いや、それ全然違う。違いますね。それ呪文だから。そうですね。呪文ってエロい夢で一緒にしないで。もう引き下がったから。お前、そうですね、お前さ、お前やられる側の気持ちが分かるからさ、早いよね。手を差し伸べるタイミングが。俺もこれぐらいでフォローしてくれっていう意味でしょ。夢の中ですごいなんか理想的な女性、自分にとって本当に完璧にこう憧れなタイプの人が出てきて、で目覚めて本当悲しくなるってこと、夢だったってこと、なんかすごい劇的なのね。しかもその出会いとかで、その中ですごい熱愛をしてるわけよ。だからエロくないの、全然。その精神的にすごいこうもう本当にこうなんか、いや運命の出会いだとか思ってて、なのに中学生みたいな少年の心忘れてないんで、60代の頃は戻り返る。ああ、そうだそうだそうだ、そう、還暦っていうか本家帰り、ね、そうですよ、戻っちゃうんですよ、本家帰りですよね。そういうことですよ。いや、でも悲しくなったりするね。分かる気持ちは。あの炎症師匠の、うん、神経重ねが縁を聞きながら寝てはいけないですね。なんで夜中3回ぐらい目が覚めたんですけど、うん、3回とも殺される夢だったんですよ。そんな影響されるんだ。レム睡眠の間って聞いてんですよ。おーだからあの投資で結構聞いてたんで、うん、編集したやつをね、うん、あの宗悦も殺されるし、うん、その後娘たちも殺されていくじゃないですか。だからちょうどその辺でレム睡眠になるんですよ。あ、外の音がこう夢に影響し始めるわけさ。だからどうでもいいやり取りの時は結構深い眠りに入って、うん、人が殺されるあたりでなんか夢と混ざってくるんですよ。なるほど押し切りで殺されるシーンあるじゃないですか、うん、グイグイやって、うん、なんかその辺がもう夢で、なんかすごいこの辺からザク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 男にのしかかられて切られていく夢が、なんだこれなんだこれってハッチされたら、まだこれ流れてた、重ねが打ち流れてた、まだここか、まだここか、そんなことないの見る、まだ深見慎吾郎かみたいな、まだそんなとこだ、村まで行かないんじゃないですか。でも千葉の方で、うん、まあ、行かなかったですね、明け方。だから明け方眠れなくて聞き始めたらそのまま入眠しちゃったんですね。だから朝ぐらいでまだ豊志賀だったんですよ。で豊志賀のとこでもやっぱ悪夢見ましたね。あるんだね、そういうことね、うん、村に行ってからひどいよね、あの男ね、そんなひどいもんさせないであげてよ。マジで混ざりますからね。なんでそんなもん乗るんだろう、なんで だって片やタクシーは別にタクシーの話聞いててそんな夢見たわけじゃないでしょ。ああ、そうね、うん、自動運転とかね。だマルコだけよ。マルコだけ。いや、聞いてみて炎症師匠聞きながら寝てみて。炎症師匠はね結構あるけど、うん、俺結構あの何プロ野球系の YouTube 俺好きだから、はい、最近ずっと聞きながら寝ちゃうんだけど、自動再生になってるからもうすごいリピート数なのよ、デーブ大久保チャンネルとか。全然俺プロ野球選手の夢見ねえもん。いや野球の夢見ないです。全然見ない。このポッドキャストを聞きながら寝ることあるんですけどね、お出てこないですね、やっぱり。思い出が少ないな。講座に上がる夢とか見ないんですか。え、何講座に上がる夢とか。
あ、そういうのは見ないですね。急に高座にね、急に上がれって言われてみたいな、うん、それだとね、あの急にね、あのステージでギター弾かなきゃいけない、で、そんな曲弾けないよと思ってるのに、うん、もうリードギターとか弾かなきゃいけなくて、でもめちゃめちゃ弾いてて、うん、とりあえずうまくいったみたいな、そういうのは時々見るね。いきなり演奏かよ。悪夢系結構ありますよ、その間に合わない系。間に合わないね。あの真打ちの広めで、うん、7時から工場がある、うん、でもう5時なのに、うん、山奥でダムを作る仕事してるんですよ。それはさ、もう良くないことしてそこに送られちゃったことを考えたら、でも送れることがあるからね。そうだよね、確かに送れる系はありますね。ありますあります、遅れる系ありますね。間に合わない、うん、あっていう、ね、あと1時間なの絶対無理みたいな、それよくあるな。いや、俺そんなに考えたことないわ。あとね、僕がよく見る目、本当にね、ああ今でよかったと思うのは、うん、東大を卒業できないよ。数学の試験とか、化学系の試験とかがあるのに、うん、もう働いてるのね、こういう仕事してるの、なんだけど卒業してないので、試験受けて卒業しなきゃいけないんだけど、勉強してないから絶対受からないと思ってて、だけど試験になるのね、うん、でやばいなと思って、で全然わかんないよとか思ったりして、で起きて、ね、あ、俺卒業してるよねってそこで安心するっていう、結構多いね、頻繁にやる。昔からです、昔から。19歳で新聞配達してる時から見てますか。あ、遅刻する、もうその日休みなんですよ、うん、一生懸命新聞配って休みの日に新聞配ってる夢見て、うん、でもう間に合わねえと、うん、で凍ってる川の上渡るしかねえみたいな。いや、お前その川は割れるよ、割れるよその氷は。何それ、その氷はお前絶対やめた方がいい。何だよそれ、割れて、うわ助けてってなるよ。その夢がアイスクライマーというゲームに繋がった。いや、それもっと前、それもっと前、アイスクライマー壊して登ってる、登ってるやつ。これまた別だから、落ちないから、落ちると死ぬからね、アイスクライマー。おっと渡って氷がバリンバリンって割れて、あってなって目が覚めるんですよ。ああ、夢だって、新聞が濡れる、新聞が濡れちゃうって。新聞大事。いやー、すごいな、そんな見る。そうですね、昔から見ます、間に合わない系。覚えてますね、よくそれをね。強烈だったんですよ。はあってこう汗だくになって目が覚めます。はあってマルコさんってネズミ穴やらないですか。やりますけど。その体験が生かされる。夢はやっぱ五臓の疲れなんですかね。あ、うまいこと言いますね。疲れてるから。お前の臓器は疲れ知らずだよ。そこまで太れるってことは。いや、医者からだいぶ やられてますよ。あ、そうなんだ。疲れてるって言われてるんでしょ。疲れてるんですね。大学の頃から疲れてたんだ。早いね。いや、大学の頃痩せてたからまだ。痩せてたんでしょ、だってその頃。痩せてましたよ。北島康介。当時は北島康介。当時はそうそう、結構振り返られたんですよ。うん、あれっつって。うん、普通に。マルコさんって。いやいやいや。人気だな、俺、当時から。でも自分も意識して、うん、北島康介が表紙のオリンピックのなんか雑誌とか、うん、マックとかで読んでると、うん、なんかこう見ていくんですよね、お女の人とか。でも、本人がこんなところで雑誌読んでるわけねえってなって、まあ、去っていくんですけど。何のためか。本当ですよね、中途半端なんだよね。よくわかんないですね。北島康介になりきってナンパするとかならわかるけれども、なんでバレる、早めのネタバレお前はやっちゃってるんだ。だって嫌じゃん、そんなが間違えられたら嫌じゃないですか。あ、違うんですよ、そこが。嘘。やっぱり、注目浴びたい人は違うのよ。注目浴びたいの？あ、どんな形であろうと注目であれば許されるっていう人いるの。え、そうです。え、反論しといた方がいいぞ、今。ないもんだ。ほんと、こいつそういうタイプだ。マジで言ってるの？うん、そうだよ、マジだよ。いや、なんか言えよ。まあ、北島康介さんですかって言ったら違いますって言いますけどね。なんだよ、なんだよ。違いますって言うけども、でも言われたいわけじゃん。言われたいから一応言われたいの。そうだよ、当時はね。え、なんでわかんないの、それが。いや、全然理解できない。俺、絶対嫌だわ、そんなの。新潮師匠ですかとか言われて、いや絶対違うよてめえってなりますよ。てめえまでつく。いやだって満喫に新潮ですかっていう人は悪意がある人がいないよ。悪意だよ。男子師匠ですか。いや違うよ。ちょっとモノマネしてくれ。もうなず全部ファンサービスするじゃん。そんなこと言いながらサービスするじゃんよ。それを間違えるやつはファンじゃねえ。着物で歩いてるから健康師匠ですよねって。いや、そうです。そうでございます、私が健康です。いやいやいや、でもそれ嬉しくないでしょ、間違えられたって。
何で嬉しい、ちょっと嬉しい、どれだけ青春時代虐げられてたかってことなんだよ誰からもさ注目されずにさ、いやいや、それだったら俺だって負けないよ、虐げられるんだったら。でもそれをマンキス賞はねじ曲がっちゃったわけよ俺なんかみたいな、俺なんか今も言ってたじゃん、俺なんか、いや待ってくれ、いつも買ってるコーヒー屋なのにね、そう、豆買いに行ったらこんな目にあったこんな、いや青春時代の時代じゃねえよそれ最近だよ40代になってからだよ。じゃあ40年虐げられてずっとね、だから そういう心理になる理由が分かんないんだよ。マルコちゃんはもっと純真だから、うん、みんな見て見ていや純真ちょっとチヤホヤしてくれたんですよ、あの時はね。え北島コースで似てんねえとか言って似てんねえ似てるからチヤホヤ、いやいや全然わかんないですよ、そのレベルでもチヤホヤされてるっていう風に感じなくて生きていけないぐらい辛かったんです。うるせえよ、うるせえよ。まあまあその辛さは、うん、なんとなく見てたらわかる、そうわかるでしょ、うん、それだけだってすがる場所になってるわけよ、うん、俺は北島コースで似てるからかっこいいんだみたいなね。なんかあの方向性は違うけれども、うん、例えばその満吉さんがねおばさんに急に呼び止められてというか、ね、あんた褒められてたよっていきなり言われるのと、うん、知らない人が北島康介似てるなって見るのと同じような事象だと思うのね。でも受け止め方が真逆なんですね。全然違うのよ、なんだよふざけんなよって思うと、うん、うわ嬉しいみたいな。そうだ、俺そうなるとやっぱ丸子ちゃんの方が前向きだなと思う。同じ事象じゃないって、いや同じ、ほぼ同じですよほぼ同じじゃないよ、ほぼ同じですそこは理論的に間違ってる。みかんとリンゴは果物ですって言ってるのと同じ。いやいやいや全然違いますよ、ですよこれ。みかんとリンゴはブツブツですって言ってるみたいなもんだよ、片っぽだけでブツブツ。俺はお前たち言ってることは分かんない。ねじ曲がっちゃって分かんない、曲がってねっつんだよ。彼の青春時代がちょっと寂しすぎて、よく見なさいよ、まっすぐだから俺の目を俺の目をまっすぐ見てみろ、まっすぐだから見れない、 目の奥の、いやいやいや、よくそんなに見んなよ目の奥の闇が見えちゃうから見れないよ、確認しないとダメだぐらいまっすぐじゃないのかよ、まっすぐだよ。いやいや、おばさんに褒められたら素直に喜べばいいの。いや褒められてないっていう、違う、褒められてたよ、違うよ、褒められてないじゃん、つうかおめえ褒められてねえぞ、はっきり言って。いやいやいや、褒められてるよ、褒められてる、ね、褒められてる。100点ショップでさ、あの金っていうメダル首からかけるやつ2つ買ってさ、うん、下げてたもんね、うん、バカじゃねえのかおい、かわいいな、バカじゃねえ、すごい、あれすごい、ま、あモハメドアリさんですかとか言われてどうすんだいやだってそこは似てないもん、違う、似てるんだもんね、北島康介は似てる、似てるかな。だって自分の身の回りにいる人100人集めても一番似てるのマルちゃんなんだよ。まあそりゃそうです、そうでしょ、だとしたらナンバーワンじゃん、うん、今までナンバーワンだったこといっぱいないんだから。違う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 、あるわあるわ、あるんですか、なんかで、なんかであるわ、思い出せないけど、新人演芸までなかったでしょ、1個も体重はナンバーワン、 なんかあるわいやでも兄さんはそれで嬉しいという気持ちは俺は分かんないんだよ。いや俺はあの気持ちなシンクロはできないけど、うん、そうなるだろうなっていうのは予想がつく。それは分からんわ。でもね、短かったですよ、本当に、うん、一瞬だった、そう、太っちゃったからだよ、そう、前座の間にどんどん太ってって、うん、どんどん調整ミスが目立つようになってったんですね。ただもう、本当にいなくなってきて、ああ、もう言われなくなってね、本当一瞬でしたね。あでもまあ、その一瞬でもさ、うん、栄光があっただけいいじゃんよ。え、一回も栄光がないとどうなるか知ってる？うん、ああ、なるほど。俺だと何言ってんだ、俺だって昭和天皇に似てるってよく言われてる。でも全然そんな昭和天皇ですかって言われたこともないし、ひげだね、ひげだね、笑ってる私たちは罪になりませんかね、罪になります、大丈夫です、って言われたこともあるよ、あんたたちも同罪にされる、笑ったんだから、ね、笑ったんだって。でもそれはだから全然そんなの、うん、ないよそれは。だからさ、伊勢尾形さんとか言われたこともありますけど、あ確かに似てる、うん、でもそれは似てる、でもそれもあの伊勢尾形さんですかって言われたら、いや違いますよ、もちろん全然違いますよって言う、それ言わなきゃいけない、面倒くさいじゃないですか。でもやっぱりアンアンに乗ってるかどうかなんで、そこはアンアンに乗ってたら言われるの、アンアンに伊勢尾形さんアンアン乗られてる北島康介はアンアン乗るもんね、乗りますよ、うん、いやいやいや、お前違うんだぞ、北島じゃねえぞお前言っとくけど。あとあの週刊文春が年に1回やるあの掃除系っていう、うんうん、これとこれが似てるみたいなので、あの北島康介で乗ったことがあります、ね、だから彦一師匠が石臼と似てるみたいな、そうそうそう、薄い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 、サルカニ合戦の薄い。あれはなんで取り上げられたんですか、週刊文春。いやなんか噂が回ったんでしょうね、本当に、うん、自分から売り込む、そんなことです、電話があって、すごい、ちょっと
文春の本社で写真撮りますからってことですね。でもまあ似てる、うん、まあ似てるんだもんね、本当に似てる。だけどそれが嬉しいっていう気持ちがよくいいじゃん、本人が嬉しいってんだからさ一瞬話題になるからいいんだよねえ、注目浴びたいんだもん。どうでそんなマクドナルドでしょ。注目され続ければ落語家としてね武器になったのに、ドーンっつって出てって、はい、北島康介ですって、ドッと笑うみたいな、あれいい本名松井秀喜と申しますみたいな、あれ言い続けるの大変なんですよね、うん、自分が飽きちゃうんですよね、一生懸命あれすごいですよね、ずっとずっと言い続けるってすごいんですよあれね。今日は確かにそういうの、あの、ね、言わないと調子がよく出ないとかって一丁師匠が言ってたことはありますよね、講座でね。あールーティンになっちゃうとそれは分かりますね、言わせてくださいって。そうそうそう、この人もだってほらサツキの恋の吹き流しは言う、はいはいはい、あれもルーティンだから、そうそうそう、言わないと落語入れない。はい、あんまり途中で諦めちゃったから、うん、その辛さを1個乗り越えると、はい、もう何の考えもなしにできるんだろう。辛さって、うん、そこまでそれはできなかったですね。いやでもほら流行歌歌ってる人とかはさ、もうそのシーズンずーっと何ならもう死ぬまでそれ要求されたりするわけじゃん、同じ歌ずっと歌わなくちゃいけないみたいな、最初辛いかもしれないけどやっぱ超えるといけるね。いや当時もね、うん、ちょっと言ってましたよ、うん、寄席の北島康介ですおーだ、ね、ちょっと反応あったんですよ、うん、あったんですけど半分以上違うだろうって顔してるんですよ太っちゃったからですよでも言い続けた方がいいけど、うん、寄席の北島康介もんですみたいな、もう言い続けるとできない、あのその半分のえっていう顔で心折れちゃうんですよね。いやだからそれと同じからいけないさ、新聞配達も途中でやめちゃったんじゃんよ。北島康介の北島康介のなりかけですとか言えばさあ、なりかけはなりかけだなと思うよ。腐ったとか、そう悪い方悪い方言ってんの、腐ったって言ってた北島康介さんに悪いよ印象が悪くなるから、だからメダルは取れない、メダルを取れなかった北島康介ですけど、うんね、言い続けてるってね、うん、持ちネタになったかもしれないですけど、じゃあ今後は新しいキャッチフレーズを考えてください。そうさせていただきます、はいはいはい、というわけでね、今回この辺に、させていただきます、もっと新日本の和気落語会、4月18日こちらチケット完売でございます、本当にありがとうございます。またお席亭もね、募集してますので、各地で ねやりたいよっていう方お問い合わせいただければなと思っておりますので、新日本の和気ポッドキャスト